ウェイト版タロットの恋人マル声優版タロットの恋人恋人はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。恋人たちと表記することもある。カード番号は6。前のカードは5強行。次のカードは7戦車。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では魅力、愛、美を意味するとされる。ヘブライ文字はザイン。ただし、複数の異説がある。また、 黄金の夜明け岩の説では、ビナーとティファレとのセフィラを結合する教に関連付けられている、以下のような小説がある。15世紀頃の初期のタロットでは、複数の男女が人生を謳歌する構図で、単純に恋愛そのものを表していたように見える。マルセイ・ユヴァンタロットに注目すると、二人の女性が一人の男性の両側に立ち、その頭上に天使らしき一匹を確認できるがこれは、 クッピドであり、生臭い男女の関係を表していると言える。向かって、左側に位置する女性はある、種の権力を持っているようであり、我が物顔で男性の肩に手を置いている。一方、向かって、右側の女性は、年も若く、アプローチも情熱的であろうことが、男性の心臓に近い部分に当てられた手から、うかがい知ることができる。 どことなく、頭上の天使とこの女性は協力関係にあるように見える。中心の若者は明らかに優柔不断であると見て、取れるが、それは二人の女性両方が彼にとって大切な何かであることを表している。具体的には、彼の頭は右側の威厳ある人物へと向けながら、残りの体は左側の金髪の人物へと向けられていることから、 まるで万力に挟まれたかのように身動きすらままならないようである。そこで、優柔不断という解釈や選択、決断という意味が生まれる。ウェイトは無駄を省いて均衡の取れた一組の男女を描き表した。ウェイト版に描かれている人物は、旧約聖書のアダムとイブがモチーフとされる。クッピトに代わる天使はラファエルをモチーフにしたものに変更されている。 イブラ式女性の後ろには善悪を知るための知恵の木、アダムらし式男性の後ろには永遠の命を司る生命の木が描かれる。知恵の木にはエデンの園のエピソードの中で邪悪なもの、人を惑わす存在として蛇が巻きついている。蛇は錬金術においては地上を這う低俗なものであるが、そこに留まらず進化を遂げ、サソリとなって消化し、天に上がって、 私に編成するとされている。なお、この蛇は、十運命の輪の札にも描かれており、吸引者のカードの一部には、杖に巻きついている様子が描かれているものもある。絵柄の男女の間の奥に映る山は、聖者が修行する場所、険しい岩山は、神の峻厳と人の試練の象徴である。アダムとイブのエピソードによれば、 二つの木になっている実は死んでしまうから食べてはいけないと神に命じられていたが知恵の木の蛇がその実を食べると目が開け神のように善悪を知ることができるから禁じているだけとイブにそそのかすことで共に盲目のイブとアダムがその実を食べてしまい目が見えて自身が裸であることを恥じ一軸の葉を綴り合わせて体を覆ったのだとされる後に二人は神の怒りをい エデンの園から追放されてしまうのである。キリスト教における人間の現在の思想が描き出されたのは、この二人が犯した罪からであると言われている、黄金の夜明け団の説。ありがとうございます。